犬小屋チャンネル。犬小屋チャンネルをご覧の飼い主の皆さん、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。寺島俊太です。こんばんは、ジョンです。二人合わせワオです。寒いということで、はい、今回も前回に引き続き、はい、ベストパートナー、ベストパートナー、我々のベストパートナーワンちゃんたちと一緒にね、今日もね、お送りしたいと思うんですけども、ちょっと紹介しましょうね。ほい、はい、リカちゃん、はい、リカちゃん、こっち、あ、カメラあるよ、こっちあ、まあ、お尻向けちゃってますけどあの一応僕のパートナーの、ゴールデンレトリバーかな、ゴールデンレトリバーの、リカちゃんね、リカちゃん、リカちゃんね、なんでリカリカにしたい、やめて、入れちゃう、やめて、いや、入れない、入れない、リカちゃん、リカちゃん、はい、それで、はい、僕のパートナーの、もう、ほら、もうこんなに大人しい、どうした、足踏んでるけどね、完全にオークモントちゃんですね、おしゃれな名前、オークモント、オークモント家の末裔ですよ、もう末裔なんだ、末裔知らないけど何にも、その辺はな、また詳しく、ね、あー、こっち見てください、あら、かわいい、かわいらしいお顔、はい、もうね、すごい、前回はね、あのちょっと対決したんですけど、はいはいはい、いや恥ずかしいね、あのちゃんとお手してくれて、めちゃめちゃ優秀、いやいやいや、お手ちゃんとお手しかできなかったから、いや、お手できたら大したもんだよでも逆に、あの伏せの状態からしかお手できないから、この子は本当かなじゃあ今やってみるぞ、お手お手お手はい、ということでね、なんと今回は、はいはい、2016年年末、はい、年内最後の配信、あらららららら、ということで最後ですね、そうですよ、おー、いやー、もう、始まったの何月だっけ、7月とかですかね、そんなもんか、7月、6月かな、ね、うん、4月は6、7月なんだよね、うん、12回、そうか、そう、半年ぐらいやってきた、半年ぐらいやってきて、もう2016年も終わっちゃうと、あららららら、早いですね、早いね、いや、なんか今年あっという間って気がする、毎年言ってるんだけどでもなんかそう思いません、うん、なんか新鮮な体験が多かったから、そう、新しい体験をいっぱいさせていただいて、うん、それこそ僕なんか本当にね、うん、もう ね、いろんなところに、本当ですよ、もう去年の年末とかを腐ってたから俺なんてみたいな俺なんてみたいないやいやいや、まあ、そっからの大躍進、いやいやいや、本当今年はいろんな皆様に支えられて、 いろんなお仕事もさ、こういうのもね、そうですよ、去年は想像もつかない感じでしたから、本当にありがたいんですけども、ありがたい、どうですか、あのね、ボリューム1もやったじゃないですか、犬ちゃんのイベントのワンオンボリューム1、ワンオンボリューム1ね、あれももう8月だから、もう4ヶ月ぐらい前に、わあ、あんな暑かったのにねえ、今こう寒いなんだこれ、日本すげえ寒いよ、四季折々やな、今年秋なかったよね、すぐ寒く、そう、夏がなんか長くて急に寒くなった気がするんですけども、毎年でもね、そんな感じだ、まあ、ね、だんだんそんな感じになってきてるんですけども、2曲かね、まあ今年まあいろいろあったじゃないですか、うん、まあ、ジョンさんもね、まあ、去年引き続きいろんな楽曲たくさん作ったと思うんですけども、うんうんうん、今年の2016年の自分は、うん、100点満点中何点でしょうざっくりしますけど、ざっくり、そうだね、これは外向きか内向きかで変わってくるよね、またね、じゃあどうも、じゃあ外側の人間、例えば俺とか、はいはいはい、あのその普段かかってるサクさんとか、はいはい、あと世間のね、ジョーさんの曲を買ってくださってる、はいはいはい、ファンの方に何点ぐらいだって思われてると思う、どう思われてると思うかこの男は、今年ジョーン2016何点だったなみたいな、くらー、難しい、ちょっと無難なこと言っていいですか、うん、70点ぐらいです、あー、無難無難なんか、まあ、うん、まあまあまあ合格合格合格ラインみたいな、頑張って見てるなっていうところは見せられたかなと、うん、さあ、だって、うん、何曲ですか、すごかったですよね、今年も、今年そうです、まあ30曲弱ぐらいです ね、すごいですよ、まあ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 、ね、まあ、今年なんかその曲も作りましたけど、まあ、ライブとかがね、ね、いろいろ出させてもらえた、あとやっぱあるこれ、ね、ラジオ番組もやったことなかったんですよ ね、初めてラジオやって、だそれこそ犬小屋始まるまで、うん、自分の顔が、うん、まあ、Twitter とか番組とかに出ることがもう、うん、恥ずかしいタイプだったのも、確かにね、もうそれをなんか乗り越えられたなって、犬小屋のおかげで、うん、羞恥心、羞恥心もう捨てました、ね、羞恥心の克服、完全に素晴らしい番組ですね、じゃあ70点、70点ぐらいかな、それでも相性、70点で思われてるって思ってるってことですよね、うん、じゃあ自分の中では俺の中でシビアに自分に、あー、25点か、へー、いく
自分に厳しいタイプ。なんかね、驚き、自分の中で驚きはなかったら自分に対してなんか、あ、俺こんなこともできるんだとかもないってこと。うん、なんか継続して安定して頑張ったかなっていうところあったけど、ちょっと攻めが足りなかったっ。攻めが足りなかったかもしれない。なるほど。今年の順当、そうそうそう、去年と比べるとみたいな。じゃあね、マネージャーさん視点で、あー、なるほど。多分マネージャーさん視点で俺を見ると、はいはい、多分80ぐらい。おー、うん、いいですね。多分結構手応えはちょっとあったと。やっぱり去年と今年だと、うん、事務所への貢献とかやっぱ大人だないや、やっぱ、ね、ほら、やっぱほら、ね、まあまあまあ、あまり細かいこと言うと、まあまあまあ、事務所のそういうなんかどうやって事務所が収支を立ててるのかみたいな、そういうこと言うといやらしくなっちゃうから言わないけど、ね、でもやっぱりタレントが、うん、事務所に所属するタレントが働けば働くほど、うん、事務所のやっぱ利益になるわけです。そうですね。そういうもんだから。やっぱ去年よりは貢献できたかな。うん、マネージャーさんたちも豊かに。そう。いいですね。ね、それは80ぐらい。でまあ素晴らしい。あんまり言いふらさないでくださいね。あいつ80だと思ってたとか、ツイッターに書かないでくださいね。まあでも順的に、うん、いや素晴らしい。いや僕も、いや僕の中でずんだ今年はもう100点ですね。もう間違いない。ありがとうございます。いや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 、まあ、いや嬉しいね。歌を取ってでもやばいですね。でも100点取っちゃうと来年不安ですよね。確かに。もう上が下がるしかない。下がるしかない。いやそこはもう110、120。あ、120ね。もうどんどんぶっちぎる。ちなみに自分では自分ではね、なんだかな、自分でも80ぐらいだな。おお。俺にしちゃよくやったね。はいはいはい、いい気持ちいいですね。なんか。うん、外とうちの評価が一致してるっていう、うん、なんか、あ、でもそれやっぱ一個一個の仕事で、うん、いやもうちょっとできたなとか、はい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 、もっとこれやればよかったのにっていうのもあるんですけど、うん、なんか割と瞬発力聞いたな今年のみたいな、生放送とか、はい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 、なんか台本とかが特にあんまないこういう喋ったりする番組とかで、はいはいはい、なんか自分でも想像してなかった、うん、変な一発ギャグというか、なんか、うん、フレーズ、はい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 、フレーズ出て、まあ、本当にラッキーパンチで笑い起こったりとかが結構あったんで、まあ、来年もより200点目指して、ね、200点目指して、ね、ワンオン行きたいと思いますので、よしということで、まあね、なんかエンディングみたいになっちゃってるけど始まりだよ、オープニングよし、私は言ってやめやめやめ、はい、ということで今週も年内最後の犬小屋チャンネルスタートです。スタート、犬小屋チャンネル。はい、ということで今日はね、せっかくワンちゃんも一緒にいることなので、こちらに挑戦したいと思います。おい、ダダン、ババン、アーティスト写真を撮ろう。イエーイ。ということで、まあ、アーティスト写真、いわゆるアーシャというやつですね、うん、我々の道を和音というユニットで、そうね、なんか音楽活動もしてこうみたいなことじゃない、ミュージシャンですから、そう、はい、アーティスト、アーティスト、ね、そうだ。なんで、まあ、今後どっかこうライブとか対バンとか、うん、なんかイベントとかにね、出演するときはやっぱこう和音ってこうアーシャ、あー、ね、ポスターとかにこうバンバンバンって、そうそうそう、今ないんですよ。そうだ、ないわ。そう、一応トヒロさんが描いてくださった、うん、こうかわいい、ね、イラストはあるんですけど、はいはい、僕たちのあれがないんで、はい、ちょっと今日せっかくワンちゃんもいるんで、うん、あ、じゃあ撮りましょう、撮りましょう。せっかくロケーションもバッチリ、紅葉が綺麗ね、木漏れ日も美しい、美しい、あ、じゃあ撮りましょう。なんですけども、はい、やっぱりなんですか、ジョンさんが毎回言ってるじゃないですか、ラストに DIY 精神、 Do it yourself ね、 Do it yourself、はいはいはい、で、なんか特にカメラマンさんとかも雇ってないみたいな。あ、なるほど、そこも手作りでやれと。アーシャをスマホで撮ります。聞いたことないよ。画質大丈夫それ。エクスペリアを信頼しすぎじゃないかな。確かにエクスペリアは素晴らしい、まあ、カメラがね、素晴らしい画素数でね、ソニーさん大変素晴らしいスマホのカメラついてますけど、あんまないでしょ、アーシャスマホ写真って。いや、ないよ。高校の警報のバンドじゃないんだな。まあでも、ね、いや、まあでもそこは腕次第ですから。まあ、しかもまだ我々はそんなにグイグイ出てないから、うん、スマホ写真のアーシャからスタートして、うん、徐々にね、知名度が上がったらビッグになって、ビッグになったらちゃんと撮ってもらおう。もう一流のカメラマン呼べるように、うん、すごい妻でしょ。そうだね。喋りすぎてよだれがすごい、ね、犬だ。ということで、はい、撮ってみましょう早速ね。これなんかトップブリーダー感だぞ。トップブリーダー感、トップブリーダー感。おい、
ペディグリーチャムの CM 出れそうなんですけど、はい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 、もういっぱい賞取るもんな、ドッグのそうドッグ賞みたいなやつ取るよ。じゃあいきまーす、はい、チーズ。なんか捨て犬みたいな。このアーティスト何なんだよ。まとめて捨てられた。なんで犬持ってんのよ。あ、あ、いい、いい。ロッカー。なんか後ろもいいんだ。あ、後ろもいいかも。あ、かっこいい。これね、意味深。なんか。あ、待って、待って。じゃあチェンジ。あ、いいねいいねいいね。あ、いいよいいよ、決まってるよ。なんか意外とリッカちゃんが極まってきてるな。すごい。いいよ。あ、鼻の穴行こうか。鼻の穴行こうか。あー、じゃあ鼻の穴。あー、ついちょっとな。この感じ。あ、いいよいいよいいよ。あ、すごい。やめるんだね。やめちゃう。なんかうまくいってない。後ろか。あ、そっちから行った方がいいか。あれ、やめちゃった。ちょっと気まぐれすぎだろこいつ。犬の位置か。なんだよそのポーズ。ネジやって。あ、いいいいね。あ、いいいいいい。いいよ、あ、いいよ。あ、この。全然気にしてない感じで、リッカちゃんはなんか暑いなみたいなくらいの。いい、取れました。オッケー、これだわ。そう、リカちゃんが最後空気読んでくれた。プロだね、やっぱ最後に出れる。それでは今度2人揃って、それで横に行こうか。なんか、え、剥がる。一緒に入ろうか。リカちゃん、リカちゃん入るわけね。あ、入る。俺の手があと3倍ぐらい長かったら。あ、お、いいよ。いいよの顔になっちゃう。やばい。決めて。節目。何これ。何このコーナー。捕まらないだろ。怪しくない俺たち。何かその辺のおじさんに撮ってもらった方がいいと思うんだけど。オッケー、撮れた。オッケー、もう撮れたか。オッケー。さあ、ということで、じゃあ早速ね、スタジオの方に戻って、あと確認しましょう。今撮ったアーシャーショット確認して、ちょっと決めましょうね、どれがいいとかね。行きましょう。なんと、はい、え、帰るんじゃないですか。一緒にアーシャーも撮ってくれた大久本とリカちゃんと、まあ2週にわたってやってきたんですけど、はい、お別れだそうです。ここで嘘だろ。せっかく嘘だった。せっかくマイベストパートナーになってきたこの瞬間に。早すぎるよ。じゃあジョンさん、なんかお別れの言葉。お別れの言葉、ちゃんと抱っこして言った方がいいよ。オッケー。奥本いやいや、どうしよう。オッケー。大久本に、いや、もう来年会うっても決めてるんで。あ、そうだよね。あ、もう決めました僕ら。そうだよ、だってもうファミリーだから。あ、そうです、もうね、またもうね、ディズニーも行こうな。すぐ来るからね。なんか嫌がってるか、いや、ちょっと疲れたのかな。もうまたガタくるからね。そうだね、バイバイ、うん、おぉー、チュー。ちょ、お別れ際のキス。ちょ、おー、取れたか、取れたか。嬉しい。ちょっと、俺たちも羨ましいな、ちょっと、はい、なんかないか。お別れの俺なんだよな。俺なんだよ。いや、俺でしょ。あ、違うんだね。リカちゃん、お別れだって。ほら。お別れだよって知って。今日楽しかったね、今日ね。今日楽しかったね。うん、リカちゃん、お別れだって、うん、バイバイだって。あ、うおおおおおあ、奇跡つ。バイバイ。おぉ、バイバイで。バイバイだよ。あ、だから何でもいいんだよ。何でもいいんだなんか雰囲気。バイバイ。また、じゃあ、行くよ。また会おうね。また会おうね。おーい、渋そう。おーい、へいへい。わけわかんない。また来るからね。ありがとうね、今日。バイバイ。またな。また会おうね、バイバイ。ということで、皆さんも、ワンちゃんと簡単に触れ合うことができるんで。
代々木にねあるドッグハートというお店なんで、はい、皆さんもぜひワンちゃんの戯れてみてください。じゃあスタジオ戻りましょう。はい、戻りましょう。はい、行くよ、飛べよ、行くよ、はい、せーの、一緒に、はい、あれあれちょっと何なんかさっき飛んで飛んでたっけごめんごめん、それすらやらなくなった。いやもう飛びすぎて、飛びすぎてね、それすらやらなくなったわけですけどまあということで室内に戻ってきました。はいはい、ということで暖かいねそう、寒かったから。いや寒かった。まあ犬では暖かかったけどね。犬は暖かかった。羽衣にちょっと寂しい今な、やっぱりなんか寂しいですね。なんだこれ喪失感空っぽだ今。大切なものを失ってしまったような気がする。僕も悲しみに打ちひしがれながら、さっき撮ったアーシャテンション低いな。いやもう犬ちょっと離れちゃったからさ。そうだね。まあ、ここにほら僕らの、あそうだ、相棒が、あれおリカちゃんに似ている。大久保とかあるな。ないよいやあるよ。ないよ、ないな、これはないよ、全然ない。こっちはまだあるけど、はい、はい、ということで、あ、なんかね、クリスマス仕様になってて、おー、もう ね、メリクリ前ですよね。そうだ、メリクリ前ですよ、あとね、もう少しで、ということなんで、アーティスト写真、さっきね、はい、撮りましたね、撮ったんで、結構、お互いにちょっと見ていきましょう。はい、選びましょうか。ね、いいやつ選びましょうよ。いや、ね、いい、結構いいショットはね、うん、撮れ高は。いや、本当にもうずんた素材がいいから、もういやいやいや、もうジョンさんは本当にね、何撮ってもアシャになる、本当にどこ撮ってもパン一でも多分アシャになる。まるっとしてるんだよ。お、なんだ、戦争戦争かいや、なんか健康的な健康的な丸さね、うん、各方面から痩せろと言われてる。なるほどね。いや、まあ、いいじゃあちょっと僕のめっちゃいいなって思う、まず最初に第1号見せていいですか。あ、そっちはいいですよ。あ、そうだな。なんかジョンさんがいい感じにこうナチュラルな表情してて、うん、多分ね一番イケメンなジョンさん、うん、これあーよくない。いいっすね。なんかすごい綺麗なフォルム、髪型とかもなんかめちゃめちゃ、で光の当たり方とかも、はいはいはい、ただ一つ残念なのが、オークモントちゃんが若干ちょっと違う方向向いちゃって、ちょっと節目がちですね、うん、だからいいですね。オークモントちゃんが上向いてれば僕は完璧、完璧。これすごい、これあるでしょ。 あるね辛いなリアルになんか、いや、なんかなんだろう、うん、俺のこのなんか笑ってるとも真面目とも言えなくなんか変なにやけず、うん、まあ、半笑いではあるんだけど、なんかこのどっちでもない感じ、やっぱ笑ってても、うんうん、怒っててもやっぱアーシャってちょっと違うからみたいな、なんか感情が読めない感じ。そう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 、空想に浸ってる感じというか。これはあれだね、どっちかって言ったらリカちゃんの方がいい表情してる負けた、なんか別にすごいいい顔してないでしょ。そうそうそう、これすごくね、もう犬のあのオークモントちゃんとのあれも抜群に、ほら、うん、これなんかこれコンクールとか出したら いいとこまで行きそうな本当に言ってんの？うん、いやなんか確かにあのドラマ性はあるね。なんかこうなんかお互い同じ方向向いてるし、うん、この表情のシンクロさ見て、これ実家が焼けた感じっていうかあ、俺明日からどこに寝ようかなみたいな、そういう感じしない、ちょっとで、このだからこう火の粉でちょっと眩しい感じっていうかえ、そう思ってみるとめっちゃ面白いいや、なんかもう眩しい感しかないもん、2人とも。オークモントも超眩しい、面白い、これ、うん、そういうどう、この煽りの斜め感。こいつもすごいでしょ、要ダイエット下から煽った時の僕がこんなにデブだとはやばくない？やっぱ重力でこう下に溜まっちゃって、ひどいよねこれ。いやでもなんかそのおかげでこう遠近感すごくない？ほら、しかも見せちゃったからもう出るじゃん。出るよ。何？やめてよ、やだこれやだやだいや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 、こいつやばいもん。いや遠近感見て、遠近感、遠近感、手前が大きく、うん、後ろが小さく、このバホーンって感じすごいでしょ。ロックっぽいジョンさんもある。お、見せていいですか？はい、これかぶせてきたね。この話は良くない？なんかお互いダメ出しっていうか、なんか一番恥ずかしいのを見せる感じだったんですか？いやいや、出されちゃったからちょっと待って。でもさ、これ良くない、うん、なんか、うん、まあまあ、こういう話あるでしょ。あ、まあ、あるあるある、あるねえな、あるある、いや、あるあるこれめっちゃいいじゃん。でしょ、これだよ、一番ハートフルでしょ。ハートフル、これぞズンタの笑顔っていうね。あの、いいいい、外向けのやつね。やめろ
なんてこと言うんだ。びっくりした。いやでもなんかそう外向けとなんかプライベート一致してるからずっと。うん、じゃあいいじゃん。どっちでも分かんない。うんうんうん、いい、リカちゃんいいかもしれない。そうそう、リカちゃん。リカちゃん意外とね。なんでリカちゃん欲しいの。ごめん、リカちゃん。なんでちっちゃい強い入れたから。なんか入れたくなっちゃう。うん、これいい、これ、これだよ。なんかずっとこう、グレてたじゃん、リカちゃん最初。なんかね、いかねえっすみたいな。やだ、行きたくない、行きたくない、みたいな。でもなんか、写真撮影になると急に、ね、色っぽいんだよ。女優、女優。そう。あ、これなんかいい、これ良くない、なんか確かに。でもね、犬たちが、ね、犬も両方映ってるし顔で、うん、この こういう、うん、お笑い芸人さんのアーシャアーシャっていうか洗剤っぽい感じ、コンビっぽいよね、うん、だ顔がちょっと普通にしてると似ちゃうから、あえてこうキャラを、あえてそう、あ、これいいよ、うん、ということで、はい、我々のアーティスト写真、はい、決まりました、決まりました、こちらです。出てます。バン、バン、パンパンパンみたいな。ちょっとパンパンパンって。パンパンパンみたいな。いかがでしょうか。やっぱ僕たちらしいね。やっぱそうですね。バンオンらしい、うん、バンちゃんと一緒に映るアーシャ。うん。といいと撮れたんじゃないでしょうか。はい。いや、スタジオとかで撮るより意外と。ね、やっぱロケーションで。うん。その表情も出て。やっぱね、大事です、アーシャって。うん。やっぱ犬で覚えてもらえるかもしれないし、なんかあのあいつなんか犬と一緒にアーシャ映ってたあいつらでしょみたいな覚えてもらえるかもしれないから、確かにこれでいきましょう。よし、で、まあ、もしビッグになったらね、うん、ちゃんともうカメラマンで、そうだね、それも見てみたいね、確かに、うん、でその時もあのまたリカちゃんと大久保と、うん、リカちゃんと大久保の奥さん借りて借りてまた行きましょう、ちゃんとスタジオで撮りましょう。よし、楽しみ、はい、ビッグになろう。なんで、うん、皆さんメールなどでね、もしもし僕たちを応援してください、盛り上げてください、お願いします。ということで以上、はい、アーティスト写真を撮ろうのコーナーでした。はい、犬小屋チャンネル、はい、続いてはこちらのコーナーです。はい、エンディングテーマを作ろう、やった、はい、やった嬉しいな、嬉しいよやっぱ欲しいエンディングテーマということで、ね、犬舎のオープニングテーマワンコールに続き、はい、番組のエンディングテーマを作ろうということで、はい、まあね、先週先々週もうその前ぐらいからもうぼちぼちやってるコーナーなんですけども、あのなんとついに、うん、タリウタが撮れました。撮るぞ撮るぞ流れてるはず、流れてるはず、今流れてる、今は、現状はジョンさん、僕ちょっと替え歌してがまず入れてもくれて、でそれなんか今度は聴いて、だからいつもの、 あのお仕事を流れてる人ですよね。そうそうそう、僕がいい感じ替え歌を取って、うん、それにこう聴いてなんで、撮ります。はい、オンエアまでには絶対撮ってるんで、うん、今流れてる、流れてるはず、よし、いい歌やな、ねえ、ズンタのビブラートがいいな、おいやめろシャクいや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 、ビブラートかけなきゃっていう生まれたから一個ルールっていうことなんですけど、はい、まあ一応僕がね、ちょっと作、まあ、8割2割ぐらいですよ、作詞に関して。いやもう全然もう 0.2 割ですよ。 0.2 割ってなんかややこしい、なんだそれ、ややこしい、なんだその二輪にもういいやにいやもうほとんど、いやもうほとんどずんたいやいや、でもやっぱ最終的にちょっと言葉はちょっとだけ、まあ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 、ね、当てはめたメロディーで、さらにそのジョンさんの作曲した素晴らしいメロディー、はい、2人でね共同制作ねしたんですけれども、今流れてるのかな、今流れてバイバイフレーバー流れてますよ、流れてるかな、それじゃちゃんとやっぱ最初から聴いてもらう、あのバッチリ、そうですね、そうだからじゃあ、あれじゃあ最初から聞いてもらうか、はい、ということは聞いてください、聞く時間みたいな、そう、作詞寺島純太と、でこれはジョン名義でいいのいいよ滝沢名義じゃなくていい、ジョンの方です、ジョン名義、はいはい、で作曲もジョンさん、はい、犬小屋チャンネルエンディングテーマ、はい、かっこ仮、かっこ仮です、はい、どうぞ。懐かしいメロディーを釣られて思わず口ずさんだ、あなたの顔が浮かんで掛け帽子がはしゃぎ合ってた、帰り道の空の色強く握ったその手の温度覚えてるよ、ずっ
ということでちょっとはワンコーラスだけなんですけども、まあ、聞いていただいて、あ、そう、今ワンコールが浮かんじゃって今、あ、ワンコーラスね、ワンコーラスだったんですけども、はいはいはい、結構やっぱ前回も言ったんですけど、うん、その今までこうゲストの方とか来ていただいて、うん、なんか喋ったこととか、うん、あとお便りいただいて、はい、エピソードね、エピソードとかをまあ踏まえつつ、踏まえて入れた歌詞、はい、でまだまあ2番がねまだできてないんですけど、そうなんですよね、2番の歌詞がねちょっと迷ってて、うん、なんか どうしよう、いや、まあ、犬にも寄せた方がいいかなとか、うん、でこのあと前回とかも、まあ、今日もですけど、あの、うん、ワンちゃんと触れ合ったじゃないですか、はい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 、ちょっとやっぱまたファミリーでね、リカちゃんとオークモンとか入ったから加わったんで、その触れ合いの感じとかも2番に思い出をこう、ね、入れたいなとか、確かに最初にフルで完成させちゃうとね、もう余白がなくなっちゃうけど、そう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 、これまだまだ足していけるね、2番ね、Cメロとかもあるし、うん、そうだ、Cメロもあるんです、Cメロもあるからやっぱりそういうの入れたいですよね、はいはいはい、なんか今日そういう使えそうな、なんか思い出ありましたか？やっぱり最初は全然、はい、あの思い通りに歩いてくれなくて、うん、はいはいはい、行きたくないかみたいな、うん、だからえどうしようって思ってたけど、うん、やっぱ最後の方が結構スイスイ歩いてくれたから、やっぱあれでなんかこう距離縮まったというか、あ、はいはいはい、かその辺なんか最初はうまくいかなかったけど、うん、今では友達だねみたいな、おお、いいね、そういうの良くない？はいはいはい、だメロでちょっと落としてサビで取り返すというか、そう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 、波があった方がいいよね。そうです、そうです、展開が、あ、いいね、そうっす、そうっす、同意しかしてないけど、うん、そんな感じ。ジョーさんあります？なんか入れたいフレーズとか。そうだな、でもやっぱちょっとこうラブソング的な感じするとしたら、いろいろあって二人で遊んで、うんうん、疲れたねって帰ろうかなって時にブーって言ってくる別れ際のキスね、ね、なんかちょびだしてた、そうそうそう、あれはちょっと僕キュンときましたね、うん、あと僕はね、分かり際にそっちキスだったけど、リカちゃんは握手してくれた、はい、ああ、あれを握手と捉える、あ、いいですね、その発想、バイバイって言ったら、うん、お手じゃなかった、はいはい、バイバイって言ったらフレーバー、バイバイフレーバー、おーい、どうなんだろう、いやいやいや、いいですね、まあ、だからいっぱいやっぱ今日 いただいた、うん、いただいた2匹のワンちゃんからフレーズはこれをぶち込んでいきましょう。そうですね。言い方悪いな。言い方悪い。視聴者の皆さんからも、うん、もういただいてるので引き続き。そうですね。それを入れつつ、うん、入れつつ2番。2番。そして C メロ。C メロとね。ラッサビ。ラッサビと、まあ、年末に向かって、そうですね。グイグイ作っていきましょう。おいっす。ね、なんか年明けとかにはいい感じに発表できたいですね。そうですね。1月とか、うん、これぞワンオンのエンディング。はい。はい、やってみたいと思います。なので、会社の皆さんからもね、うん、引き続きそのアドバイスのお手紙とか募集しておりますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。感想も待ってますよ。はい、お願いします。イルゴヤチャンネル、ワオ、はい、寺島純太とジョンでお送りしてきました、このイルゴヤチャンネル、今回も残念ながらお別れのお時間となってしまいました。はい、ね、はい、このイルゴヤチャンネルですね、DIY 急になんかパリピみたいなウェイって言ってる、 DIY 精神、ウェイ、ウェイもいりますよ、やっぱりウェイもね、ウェイブです、じゃあ DIY にする、これ DIY ウェイ精神で、その方が言いやすいかも、DIY 口の作り手、うん、DIY 精神にのっとって会員の皆さんと一緒に作り上げていく番組ですので、はい、おはがき、ご感想、いろいろしてますんで、はい、どしどしお待ちしております。はい、はい、ということで、まあ、これが年内最後の放送ということで、なんか今年言い残したこととか言い忘れたことありませんか？大丈夫ですか？今中に言っといた方がいいです。言い忘れたこと、うん、あのなんか謝ったりとか、こうあの時おめでねとか、ありがとうとか、じゃああれ言っとこうかな、未来の俺に、未来の俺に、おお、言っといて、領収書の整理しっかりな。よし、そうですね。これを見て思い出すからです。あーって確定申告。そう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 。ガッてくるからね。じゃあ年内に。じゃあ俺も言っとこうかな。言わせたことか。あ、うん、ちゃんと掃除しといてね。あのなんかザザッと掃除ね。ちゃんと掃除、うん。やばい。だってもう終わっちゃうのに、俺多分今年1回まとも掃除した部屋の。うわー、怖っ。コロコロをね、1、2回くらいかな。いや大丈夫、掃除機とか結局今年俺にうちの掃除機1回も稼働した、もう見えない色あれこれがもう今
くしゃみとか止まんないもんちょっと名前出てんじゃん。そうだ、大掃除ちゃんとしよう、未来の俺それって今年言わせたことまあ合ってるかそう、来年に向けて大掃除。あ、みんなもね。あ、みんなも飼い主の皆さんも忘れちゃダメだぞ。そうだぞ、だからみんなで大掃除頑張ろう、頑張ろう、はいどんな番組ということで、2017年も、はい、犬小屋チャンネルをよろしくお願いいたします。それでは、僕らとまた来年この犬小屋でお会いいたしましょう。はい、八嶋淳太とジョンでした。良いお年を。バイバイ。バイバイ。